西九条駅。西九条駅は、大阪府大阪市小野花区西九条にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、阪神電気鉄道の駅である。JR 西日本の駅番号は、大阪環状線が、JRO14、桜島線、JR 夢咲線が、JRP14、阪神電気鉄道の駅番号は、HS45、JR 西日本の駅シンボルフラワーは、 チューリップである、JR 西九条駅の事務官報道は61053。JR 西日本の大阪環状線と桜島線、愛称、JR 夢咲線、阪神電気鉄道の阪神南場線との乗り換え駅で、2001年に、ユニバーサルスタジオジャパン、USJ が開業してからは、同施設の最寄り駅である、ユニバーサルシティ駅へ向かう列車の乗り換え駅となった。 大阪環状線は JR の駅の所属線となっている。桜島線は当駅が起点であるが、一部列車が大阪環状線を大阪駅方面へ直通している。阪神南和線はかつて西大阪線と名乗っており、当駅を起点としていたが、2009年3月20日に、現在の名称となり、大阪南和駅まで延伸開業した。JR の駅は、あいこか。 阪神の駅はピタパおよび、スルッと関西対応隠しカードの利用エリアに含まれている。また JR の駅は、アーバンネットワークエリアおよび、特定特使内制度における大阪内エリアに属する。当駅は、管理駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、大阪環状線の福島駅、野田駅、弁天町駅の3駅と、桜島線内のすべての駅を管轄している。 島式ホーム2面3線を有する公開機を有する。駅構内には緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、自動改札機などが設置されている。ホームは基本的に外側の2線、1.4番乗り場を大阪環状線、両ホームに挟まれた中央の1線、2.3番乗り場を桜島線。 JR 夢崎線及び新大阪方面からの通過列車が使用している。このほか、一番乗り場の北側には、ホームのない貨物線が2本あり、北側の貨物線を、東海道本線支線、梅田貨物線と桜島線を直通する貨物列車が、南側の貨物線を新大阪駅方面へ向かう通過列車が用している。大阪環状線の東駅から福島駅までは、 旅客船の他に、単船の貨物船が並走する参戦区間となっており、貨物船は、同駅からそのまま、東海道本線支線、梅田貨物船として新大阪駅方面へ分岐する。実際の線路の分岐は、福島駅ではなく、東駅であるため、東駅福島駅間の貨物船も梅田貨物船に、含めて扱われることもある。特急、黒潮、 はるかなどの新大阪駅発着列車はこの貨物船をへよるため、大阪駅は経由しない。なお、運賃計算では、大阪駅を経由した営業機路を算出し、また、大阪環状線の天王寺駅大阪駅間を通過する場合は、経路特定区間の特例が適用されるため、同区間の営業機路は当駅経由ではなく距離の短い反対側の鶴橋駅経由で計算される。 二面三線の構造や平面交差が原因により、東海道本線、JR 京都線、大阪環状線、阪和線、関西本線、大和市線の遅延が広がることが多い。大阪環状線の西半分は普通電車と、速度差の大きい関空快速、奇襲路快速、大和市快速といった快速列車や各種特急が頻繁に運転されているが、 対避可能な駅は当駅のみであり、列車本数の多い時間帯には対避線を使って、優等列車の通過待ちなどを行う必要があり、制約が厳しいダイヤ編成である。2001年から、アーバンネットワーク運行管理システム導入まで、日本語と英語の列車入線案内放送が流れた。同システム導入後は、日英に過酷語で次の列車予告放送も流れている。 大阪環状線と JR 夢崎線の直通列車は両方向とも原則として二点三番のリバ、中央ホームを使用するが、時間帯により上りは環状外回りホーム、下りは環状内回りホームから発車する列車が、一時期日中の上り直通列車は環状外回りホームからの発車が基本となっていたが、2011年3月12日のダイヤ改正で、 大阪環状線及び JR 夢咲線はダイヤパターンが大幅に変更され再び中央ホームへの停車を基本とするパターンに戻った2.3番乗り場発着の列車については到着後最初の数分間は2.3番乗り場の両ホームの扉が開くがその後おおむね発車1から2分前くらいからは上り列車大阪方面に向かう列車は3番の場側 下り列車、JR 夢咲線方面に向かう列車は2番、乗り場側の扉を閉める。また、新大阪発の列車は3番乗り場側のみから、乗降可能で2番乗り場側の扉は開かない。この時、2番乗り場の発車表には、通過と表示される。特急は、黒潮の一部列車が停車する、遥かも一部停車していたが2010年3月13日改正以降、 全列車通過。特急の停車は USJ 開業後に始まったものである。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2014年3月15日から、フランク W ・ミーチャム作曲のアメリカンパトロールが1.4番乗り場の発車メロディとして使用されている。当駅が USJ 方面へ向かう JR 夢咲線との乗り換え駅であることにちなんでいる。また、 同プロジェクトの一環で現在、駅の全面改装工事が行われている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。建設当初より、将来の南波方面への延伸を予定していたことから、大阪環状線、桜島線の高架橋を乗り越せる高さで建設された。延伸開業時には、千鳥橋駅寄りに設置されていた折り返し用の両渡り線が撤去され、代わりに、 片渡り線が設置された。これは当駅からの大阪南場、近鉄線方面が普通の場合やダイヤ乱れの場合に天がさからの列車が当駅で折り返す際に使用される。このため2番線には阪神車用、近鉄車用ともに折り返し用の停止位置目標が設置されている。この駅から奈良方面は鶴橋まで快速急行は各駅に停車する。 有効長は、19メートル車体の半身列車4、両編成分、約80メートルしかなく、JR の手前で行き止まりになっていた。2009年3月20日の、近鉄南ン駅延伸開業後は JR をまたいで、延伸し、21メートル車体の近鉄列車10両成分、約215メートルまで対応できるようになった。開業以来、 天ヶ崎方面乗り場として使用されてきた2番線、西側ホームに対し、1番線、東側ホームはほとんど使用されることがなかった。かつて、1965年から1974年まで、西大阪線特急が運転されていた時期には、どちらかを特急用乗り場とする形で両方とも使われていた。ほか、1994年から1995年に、 実施された2番線ホームのエレベーターエースカレーター、下り用新設工事においても代替乗り場として使用されたことがある。その後、1番線ホームは阪神南波線に関連する改良工事の進捗により2008年に再び代替乗り場として使わされ、2009年1月23日から2月23日までの1ヶ月間、延伸線の試運転時において、 校舎専用ホームとして使用された。そして、3月20日の阪神南波線開業時から、一番線ホームは、大阪南波近鉄奈良方面のリバとして、本格的な使用が始まった。なお、従来一番線ホームにはエレベーターが設置されて、いなかったが、同線開業とともに、ホーム延伸部に新設された改札側に設置された。東改札側の駅舎のデザインテーマは、 懐かしさと新しさの融合である。阪神南波線延伸後は、一番線ホームの西改札側、そして西改札側コンコースと JR コンコースとの間もエレベーターが設置された。阪神南波線開業前までは発車メロディ、西浦達夫作曲、編曲が使用されていたが、開業後は中間駅となったため使用されなくなり、 到着放送で番線が放送されなくなった芦屋駅と同じ形式。ただし、発車メロディの代わりに、阪神本線の主要駅で使用されている発車ベルが使用される場合がある。ホーム遠心部に新設された東口駅舎には、コンビニエンスストアや書店が入居している。現在西口となっている駅出入り口は、 開設以来、球場方面へのホーム延伸がなされるまで当駅唯一の駅で入り口であった。当駅開設時には、この駅で入り口を東口とし、天がさよりのホーム端に階段を設けて西口、もしくは北口とする計画があり、実際にホームと地上を結ぶコンクリート製の階段が準備されていた。これは、当時営業していた大阪市電西野田桜島線との乗り換えを、 想定したものであったが、ほどなく市電は廃止となり、西口を設ける計画も中止となった。各年度の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り、大阪シティバスが運行している。最寄りバス停留所は西九条停留所であり、主に、この花区内各方面への路線バスが発着する。1998年10月の調査結果では、 同停留所の1日乗車人員、平日は3943人である。これは、大阪シティバスの停留所中7位である。京阪中野島線が、中野島駅から東駅付近を通って、この花区の新桜島までの延伸を計画しており、2004年の近畿地方交通審議会答申第8号では、中期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する、新たな線として、 中野島線を中野島駅から当駅を経て新桜島及びユメス方面へ延伸する案が示されている。京阪としてはまだ何は筋線の建設目処が立たないことから JR や阪神と連絡ができる西九条駅までの延伸を希望している。その後、2017年7月に京阪ホールディングスの加藤義文社長はユメスへの IR 誘致が決まれば、 中野島駅から南西に進んで地下鉄中央線の球場駅につなげるとの考えを明らかにした。当駅から球場駅への変更について加藤社長は球場駅で中央線とつなげば京都と IR のある夢巣が結ばれると説明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。